どうも、大地です。今回はビートボックスを始めたいけどどっから手をつけていいかわからない、そんな方のための動画になります。どの音から取り掛かればいいのか、そしてどうやって練習すればいいのか、それを今回は3つのステップで紹介したいと思います。ステップ1、3つの基本の音を覚える。これがビートボックスの土台となります。1つ目がバスドラム、2つ目がハイハットシンバル、3つ目がスネアドラム。バスドラムが低音、スネアドラムが中音、ハイハットシンバルが高音となります。この3つの違う音が組み合わさることによって、強弱が生まれ、そしてビートというものが生まれていきます。この3つの音はビートボックスですっごく重要になってくるので必ず最初に覚えてください。いきなりこう上級の技から入る人だったり、そういう音を出すことっていうのは可能なんですけども、この3つの音がないとビートの中にその音を組み込むっていうことができないんですよ。基本の音ができたらいろんな音を覚えてそれをビートに組み込むっていうのが、ベターな考え方です。ただこのバスドラム、ハイハットシンバル、スネアドラムっていうのは実はやり方がたくさんあります。という唇を使うやり方もあれば、という口の中を使って出す方法もあるので、それはいろんなやり方を研究してみてください。一つ一つの詳しい音の出し方はビートボックスレッスンアプリで紹介しています。よかったらダウンロードしてみてください。ちっ、口かよって人は YouTube で解説動画出してる人もいると思うので、そちらお探しください。ステップ2、人の真似をする。やっぱり最初は人の真似から入った方が上達は早いです。僕は高校生の時からこうビートボックスで検索しては、こう海外のビートボクサーとかを見て、いろんな音を盗んだり、いろんなビートのパターン、ルーティーンなんですけども、それをこう見て、真似して聞いて真似してっていう風にやっていました。いろんなビートボクサーの出してる音を真似する、そしてビートのパターンを真似する。ここで重要なのがビートのパターンを真似するっていうのが、ビートボクサーからだけじゃなく、ドラマーだったり、いろんな音楽で流れているこう音を聞いて、そのパターンを真似するっていうのがすごく重要です。要はこのビートの音を真似するっていうのは技術なんですけども、このビートのパターンっていうのは実は音楽なんですよ。これはもう全く違う勉強になってきます。この音楽をやるためにビートボックスの技術を得得して、技術を得得したらまた音楽をやるとやれば、ビートボックスライフがより楽しくなるんじゃないかなと思います。ステップ3、自分の音を聞く。皆さん自分の声を録音してこう聞いてみたら、自分の声って意外と思ってる声と違うなってことあると思います。実はこのビートボックスも同じで、自分がこうできてると思って調子乗ってやってたら、録音して聞いてみると、あれ？なんかそうでもないなみたいなのはたくさん実はあるんですよ。なので自分の音をちゃんと聞く、録音して聞く、今もスマホとか iPhone とかたくさんあるので、不便じゃないと思います。練習場所は本当にビートボックスだからどこでもできちゃうっていうのがすごいメリットなんですけども、おすすめはやっぱりお風呂場、音が反響して、まず楽しい、ビートボクサーで風呂場でやらないやつ絶対いない、そう言い切れるぐらい、風呂場っていうのは、ビートボクサーにとってはもう天国みたいなところです。やっぱり上手くなるにはこう楽しいっていうのはすごい重要なので、この風呂場での練習っていうのはぜひやってみてください。ただ風呂場の練習だと、お風呂の音でこう反響してより自分が上手く聞こえちゃうっていうのがあるので、それを気をつけるためにも、例えば先ほど言った録音して音を聞く、そして、僕が小学生の時にやってたのは、壁の端っこ、こういう隅っこに、寄って、耳をこう当ててってやると、こう壁の反響音がすぐ聞こえるんですね。それで結構練習したりもしましたね。というふうに、僕なりに話せるこのビートボクサー3ステップ紹介したんですけども、今回は本当にもうこれから始めるっていう人のためのこの第一歩を、踏み出させたいっていうための動画なので、ぜひ今画面の前で迷ってる方いたら練習してみてください。今後も、こういうなんかビートボックスについて僕がこう言えることとかは、なるべく伝えていきたいなと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、大地の3ステップでした。それではまた来週。